砂糖の鍵の指示に従って、この閉鎖された次元空間を通り抜ければ、世界の泡と漁師の海が繋がってる本当の境界にたどり着けるはず。ここの雰囲気って、重苦しいわね。深く考えず、急いでここを通り抜けましょう。でも、世界の泡の境界まで行くのに必ず通る道にしては、少し長すぎるんじゃないかしら。今、何があったの？まあいいわ、時間がない。余計なことを考えてる場合じゃないし、引き続き進みましょう。どうしてこんなにも広々としてるの？目印になるものが何もない。私、迷子になってないわよね？まだ果てまでたどり着けてないの？一体どこまで続くのよ。ここは本当に世界の泡の境界へとつながる道なの？エネルギーの波動がない。世界の泡の融合で誕生した怪物もいない。戦闘があったっていいのに。少なくともこの道が正しいって証明になる。世界の泡の境界はこの先にあるはず。でも一体どこがその先になるの？早く道を探さないと。それが戻る道だとしても。戻る？とにかくまずは他の人たちに連絡してみましょう。もしかしたら何らかの方法を見つけているかもしれないわ。プロメテウスがくれた通信機器、ここでも使えるといいんだけど。ごめんなさい、失敗してしまったの。この世界の境界は消えたみたい。どうやら今の状況は私たちが予想していたよりもずっと複雑なようです。事故を避けるために急いで戻ってきてください。キラ、外の鍵で世界の泡を突破する計画が失敗に終わった以上、現段階で最も大事なのは力を温存することです。ごめんなさい、状況を甘く考えすぎてたわ。自分を責めないで、キラ。私たちが向き合ってる相手は抽象的で強力で明確な意志を持つ敵なんだから。それに別の方法を思いついたかもしれないわ。別の方法って？まずは合流してからゆっくり話しましょう。わかったわ、また後で。砂糖の鍵が記録したルートから戻れば出発場所に戻れるはずよね。ええ、問題はないはずよ。お帰りなさい、キラ。世界の泡の性質が融合によって変化した。それはどうしようもないことよ。あなたのせいじゃないし、落ち込む必要なんてないわ。ミステル、別の方法を思いついたって言ったわよね。一体何なの？それについてはキラの協力が必要よ。あの砂糖の鍵は
高次元空間で効果を発揮できるって言ったわよね。つまり目の前のすでに融合してしまった区域にも効果があるってことでしょ。そうだけど、具体的な形はあなたが想像してるものと少し違うかもしれないわ。砂糖の鍵はかつてめちゃくちゃに壊されたの。修復するためにシュガーズはその権能を解体した。私が持ってるのは修復されたそのうちの一つで、全ての力を発揮できないの。具体的に言うと、効果を発揮するというのも空間が展開するときに何らかの導きを与えるだけで、世界の泡の融合を止めることはできない。復元なんてもってのほかよ。構わないわ、それだけで十分だから。キラにしてほしいのは、融合してる部分を早めて爆発するように導くことよ。本当に特別なのは、キラがその操作をしてる間、私はその中にいるってことくらいかしら。どういう意味？あなたたちは賢いもの、別に理解できないことじゃないでしょ。もし本当にあなたたちの推測通り、この世界の泡が巨大な原子炉で、その稼働が安定して見えるなら、反応によって生まれた巨大なエネルギーは行き先を必要とするはずよ。おそらくそれが社のコアだと思うの。だからエネルギーが発生した瞬間、誰かがエネルギーの流れる方向についていくことができれば、この機会に乗じて社の本拠地を見つけられるかもしれない。その人がそこについてしまえば、根本的な部分から局面を変えるチャンスを手に入れる可能性がある。とても合理的なプランだと思わない？ウィステル、あなたの言う合理的という言葉の意味が分かりません。まだ世界の泡の融合で発生するエネルギーについて十分に理解していないかもしれませんが、いくらあなたが強くても、そんなエネルギーの爆発の中で生きていられるとは思えません。だったら生きていなくてもいいんじゃない？何しろ私の本質は人類ではなく、成功によるイデアなの。私たちの生存状態はもともと人類とは違うわ。体を失っても、その後の私は精魂空間に戻るだけ。かつての私が何度も経験したようにね。それは別に損失じゃないし、むしろエネルギーの巨大な流れに入ることに向いてるわ。そう思わない？いえ、疑問に思いますが。私もおすすめしないわ。ううん、私がそんな計画に乗るわけないって言う方が正しいわね。ミステル、あなたのあり方はさておき、全てがうまくいったとしても、そっちで何ができるのかはわからないでしょ。そんな漠然としたチャンスのために危険を冒すのは全然理性的じゃないわ。もしあなたが犠牲になった後、事態が考えた通りにならなかったら、あなたはどうすればいいの？その時は運がないって認めるしかないわね。あなたね。でもその前に、やっぱり自分の目で通用するかどうかを確かめたいのよ。私は分かってるの。いわゆる知ることと理解することは全然違うんだって。たとえ多くの代価を支払うことになっても、窮地に追い込まれた時に私の選択がどんな未来を作り出すのか、この目で見てみたいのよ。もちろんその未来がみんなを助けられたならなおさらいいんだけどね。確かに私は最悪な選択をしてるのかもしれないけど、そんなの確かめなければわからないでしょ。それにこれ以外に思いつかないのよ。みんなを助けたり、ゼーレたちをここに招いた責任を背負ったりする方法を。まあいいわ。出任せの言葉に関しては、あなたに勝てそうにないもの。それなら、投票しましょう。成功率がわからない行動は、
すべての人が一緒に決めるべきよ。いいわね。時間は限られてるし、私たちで決めましょう。17号。少なくともあなたは私の考えを理解できるわよね。そうかもしれません。少なくとも機械生命体である私の寿命は長いので、あなたが聖魂空間からもう一度姿を現すまで待つことができます。もちろん世界の泡から逃げ切ることが前提ですが私がいない間は寂しい思いをしちゃうかもしれないわよ。考えすぎです。ねえ、どうして。遠い昔に人々の選択は尊重するべきだとある人が教えてくれたんです。その相手がミステルでも、それとも人の本質は自分以外のために命を捧げることにあると、その人は言いました。シュレーディンガー博士は、さっきからずっと黙ってるってことはミステルの提案が奇想天外だって思ってるからよね。いいえ、ミステルさんの提案は大きな犠牲を伴うなのです。しかし今のところ最も実効性が高いプランなのは確実なのです。それに彼女にしかできないことなのです。ミステルさん、あなたに敬意を払うなのです。博士まで博士、ありがとう。多分他の人たちも私と同じ立場にいたらきっと似たようなことをするでしょう。例えば60年以上前のあなたも。どうかしら、キラ。投票の結果が3対1ってことは、もう私の提案を受け入れるしかないんじゃない？後で空間を起爆させるときは、優しくしてね。確かに、おそらくこれが英語の意味なんでしょうね。世界の泡の複雑な特性を考えなくても、終わりのない時間の中で私たちが経験したすべてはすでに別の形で起きていて、別の形で再演しているのかもしれない。かつて終焉を見届けたあなたなら他の人たちよりも理解できるでしょうね。それで、それが価値のある遺言だとは思えませんが。死ぬ直前まで無駄話をしてるってことかしら。でも厳密に言うと私は死なないわ。さて、この時間をうまく利用して最後にもう少し教えましょう。さあ、私の口調を真似してみて。人を見送るときはこうするのよ。何はともあれ、私はあなたのことを気に入っています。たとえ失敗したとしても、私はあなたと一緒にいた時間を永遠に覚えています。こんな風に言ってみて。こういう時こそ、遺憾を残さないように、気持ちをきちんと伝えるのよ。他の人がここにいたら、きっとあなたは重傷だと思われるでしょう。それに、目の前で消滅していくイデアを観察できるなんて滅多にない機会です。私にとっては願ってもないことです本当に心にもないことを言ってるのかしら。でもこうして考えると、あなたはより人類に近づいたわね。あの時話したいことがいっぱいあったのに。そういう遺憾をたまには体験してみるのも成長にいいと思うわ。あ、そういえば思ったよりも準備作業に時間がかかったわね。私ったらまた難しい希望を口にしたのかしら。しかしよく考えてみると、今の準備作業にアクシデントが起きたり、もしくはあなたが去った後に結局私たちが社に負けたりしたら、最悪の可能性に陥っている私たちの中で
むしろあなただけが生還できるかもしれませんね。それが生還だとは思わないけど、私にとっては有限の時間でも、普通の人間にとってはそうとは限らないわ。人類の基準で言うと、私がこれから向き合うのは死じゃなくても別れなの。つまりこれが簡単に受け入れられる代価だとあなたは軽率に思っていないのですね。もちろんよ。生を全うしたから何の遺憾もないようなお年寄りじゃないわ。それでどうしてこの話になったのかしら。あなたは救済と称する成婚の結晶ですが、事実は真逆でとても自己中心的な存在ではないかと私は考えています。人類の基準で言うと身勝手とも言えます。いいでしょう。別に間違ってないって認めるわ。それで身勝手な人にとっては世界の泡の存続や住人たちの存亡、赤の他人の結末なんてどうでもよくて、絶滅危惧種の絶滅の方がよっぽど衝撃的なのでしょうね。ですから気になるのです。今のあなたの行動にどういう動機があるのか。だからおそらくこれが永劫の意味だって言ってるのよ。終わりのない時間の中で私たちが経験した全てはすでに起きてる可能性があるってだけじゃない。必然と言っても過言じゃないわ。そして必ず再演するの。もしかしたらもう一つの宇宙で私たちは詳細も全部一致するような会話をしているのかもしれない。それはあくまで哲学者の独りよがりだとあなたならわかっているはずです。でも可能性がないわけじゃないわ。そうでしょ。どうしても私の身勝手に言い訳をするなら、私の遺憾と恐怖が終わりのない時間の中で何度も繰り返されるって考えるとどうしても我慢できないの。今まで私は運命の脇役だった。自由に動けても結局何も変えられなかったのよ。だから生き方を変えようって考え始めて、つまり自分が主役になってできるだけ後悔しないように動こうって思ったの。その結果いいことも悪いこともあったけど、永劫というスケールで見ると少なくとも今の私には何も恥じることなんてないって思ってるわ。どうしてそんな風に遠回りするのか理解できません。あなたはただ主観的に自分が悪人になりたくないだけでしょう。それもあなたがイデアだという性質ゆえだと思います。まあいいでしょう。あなたの望みに従って今はマイナス評価をしないでおきます。あら、そんな角度で問題を考えてるの。でも私たちのような人ならざる者にとって永遠を持っていたとしてもそれなりの代価があるって考えたことはないのかしら。ある意味で唯一私が羨ましいと思っている人類の性質は死んで魂が消えることなの。別に不死の苦しみなんてありふれたことを言いたいわけじゃないけど、ただ死ぬことが人類に対する世界の情けなんじゃないかしら。短い人生の中で彼らが得たあらゆる遺憾、恐怖、苦しみは死と共に消えて何の痕跡も残さない。もし事実がそうじゃなければどんな世界にも必ず対立する天国と地獄が現れて、少数の幸せは大多数の苦しみと究極の対比になる。ですがそれは本筋からそれた話です、ミステル。もう結構です。え？まさか。あら、もう準備ができたの？
全て完了なのです。まだ最後の一歩が残っているなのですが。私が中に入るための準備かしら？はい。ミステルさん用の出入り口の他に、シグレキラさんはすでに空間を密閉する作業を完了したなのです。私たちが予想した融合反応がひどくなることを防ぐために、彼女はできるだけ現状を維持してくれているなのです。つまり、私も急がないとってことよね。待って、ミステル。あ、そうだ。17号？最後にもう一つ手伝ってくれないかしら。とにかく、今まで大喜びや大泣きしてる私を見たことがないんでしょ？私にとっても一応、それは恥ずかしいことだから。だからね、できれば、感傷的な話をしないようにしてくれる？次に会うのはいつになるかわからないけど、本当に死ぬわけじゃないし、少し余裕を持たせてほしいの。はい、そうします。行きましょう。ええ。そういえば、本当にすごい偶然よね。来る時も去る時も、目の前の景色は一面の純白。とても気に入ってるわ。あら、あれは。何でも知ってると思ってたけど、私もたくさん見落としていたようね。ところで17号、その機体にはカメラ機能があるんでしょ？写真を撮ってくれない？ここ、素敵でしょ？天国の中で善行を行う者はいない。彼らはもともとそうであったから。地獄の中で悪事を働く者はいない。彼らももともとそうであったから。そうよね。人間の世界だけがこんな。行きましょう。あなたたち。ごめんなさい。少し時間がかかったわね。状況はどうかしら？順調よ。人為的に分割した後、空間融合の勢いが強くなったけど、まだ維持できてるわ。別に、今すぐ入らなくてもいいのよ。ありがとう。心配しないで。他にしなければならないことはないわ。でも、考えたこともなかったわね。この景色、二つの世界の融合というよりも、まるで天地が裂けるように見えるわ。たとえ理論上であったとしても、どんな形の融合も穏やかなものではないなのです。ええ、あらゆるものは互いに異質だからね。それはとっくに、あら、つい雑談してしまったわ。本題に戻りましょう。あとは、私が中に入って、みんながその区域を、この世界の泡から完全に切り離せばいいのよね。基地の部分で考えると、確かにそうなのです。基地の部分？はい。融合の具体的な原理は、あくまで推測なのですから、その区域が完全に切り離された後、どんな異変が起きても、
私たちはあなたを助けられないなのです。ええ、それは覚悟してるわ。というよりみんなにも決意を固めてもらいたいの。どんな予想外の状況を目にしたとしても、私のためにこの空間を開かないでほしい。まあこんな風に言うのは私のうぬぼれかもしれないけど。ふん、融合がひどくなった後はたとえ私たちがそうしたくてもできるわけがないでしょ。そうだといいわね。さて、そろそろ出発しましょう。外の鍵が受けている圧力を見ると確かにすぐ行動するべきなのです。密封と切り離しの作業が終わった後も私を通して一定の連絡が可能だと思うなのですが、すみません、あなたは天地の着滅という状況に一人で向き合わないといけないなのです。つまりこの試みが失敗かどうかに関わらず、少なくとも私は最後の時にメッセージを残せるってことかしら。もちろんなのです。あなたの残したメッセージはかなり重要で、今後の行動原理に直接的な影響を与えると思うなのです。わかったわ。じゃあさようなら、みんな。かっこ悪いところを見せてしまうかもしれないわね。17号、向こうまで付き合ってくれるかしら。お断りします、ミステル。それにあなたに別れを告げるつもりはありません。あなたはしばらくここを離れるだけで、何があってもこの漁師の海にいるはずです。そんなに重く考える必要はないと思います。実に厳しい論理的判断ね。私が気づいていないうちにいろいろ変わったのね、17号。そうだ、他の約束もしておきましょう。今度会う時は新しい名前をプレゼントしてもいいかしら。プロメテウスはどちらかというと名字に見えるし、今考えると17号ももうとっくに似合わなくなってるわ。あなたの美的感覚はあまり信用できません。ですが意見を述べるくらいは構いません。私を信じなさい。何しろ私には考える時間がたくさんあるはずだもの。じゃあこれでおしまいね。ミステル、あなたが何を怖がっているか私にはわかります。あなたが答えを必要としているなら今この瞬間にそれを渡すこともできます。いいえ、遠慮するわ。あまりにも幼稚だもの。ここは自分で探させて。話したいことはいろいろあるけど今は急ぎましょう。この場にふさわしくないけど、私のことをたくさん思い出してほしいわ。そういう経験はまだないから。あっちよね。シュレーディンガー博士、私の声は聞こえるかしら。もうここに着いたわ。大丈夫なのです。キラさんは
密封されたこの区域の出入り口を同期していて、時間はかからないので準備をしてくださいなのです。準備ね。確かに短い時間だったわ。あとは私個人の任務ね。そうは言うけど今は特にやるべきことがないのよね。あれは確かに全てがエネルギーに変わろうとしてる。このままだと融合が完了するまで持ちこたえられそうにないかも。本音を言うとこの姿に満足してるし、できればあまり真剣になりたくなかったけど。でもたまに本気になっても悪くないかもしれないわね。ある意志を敵に回すより、やっぱり消失自体と勝負しましょう。終わったわ。速度は予想よりも少し速いなのです。つまりこれも予習みたいなものかしら。私たちのいる場所もこれから。世界の泡を基準にするなら十分ゆっくりな破滅ですが、ミステルとの通信はまだ正常に行えますか？はい、彼女と直接やり取りするなのですか？いえ、彼女が無事メッセージを残せるか確かめたかっただけです。プロメテウス、私はあなたのこともミステルのこともよく知らないけど、もし彼女が長期間離れるなら何か彼女に伝えた方がいいんじゃないかしら。その必要はあるのでしょうか？そう聞かれてもうまく答えられないんだけど、でもまだバルキリーだった頃、私はある特別な先輩と知り合ったの。先輩は B 級バルキリーだけど、普通の人よりもはるかに強いメンタルの持ち主で、例えば死の窮地に追い込まれても先輩は何の動揺も見せなかった。そういった面で言うと先輩は私の憧れのセシリア様と同じくらい頼もしい人だった。でもあの日、いつも厳しい彼女が一人で訓練室の隅っこに隠れて呼吸もままならないほど泣いてたのを見たの。何が言いたいんですか？私にも知人の男性がいますが、メンタルの強さに関して彼に勝てる人は誰もいませんでした。そんな彼でも戦場で涙を流す時がありました。それはそうだけど、何しろ人には耐えられないことがある。でも私が違和感を抱いたのは、何かあったんですかって先輩に聞いた時、先輩は任務で犠牲になった仲間のことを思い出したって答えたの。相手の死を思って泣いてるわけじゃなくて、些細なことのために泣いてるってね。だって先輩の仲間は任務中に致命傷を受けたけど、一瞬で死ぬことはなかったから。その死に際で他の生存者が逃げられるように彼女はずっと近くの崩壊獣を追い払おうとしてたのよ。賢い選択です。当時の先輩もそう思ったわ。でも数年後に彼女が訓練室で偶然そのことを思い出した時、
急に後悔の念に襲われたそうなの。彼女がそのまま死んでいくのを数時間も見ているしかなかったのよ。あの時何もかも投げ出して彼女のそばに行って強く抱きしめるべきだったわ。そうしたら私が彼女を行くべきところへ連れて行こうとしてるって伝わったのに。スレーディンガー博士、ミステルとの通信をお願いできますか？やっぱりね。彼女に注意事項を伝えますので。あのね、すみません、あなたが話した状況は理解できますが、私の結論は少し違います。彼女の後悔は死者の遺憾をなくすためか、それとも彼女自身の遺憾をなくすためか、どちらだと思いますか？誤解しないでください。私の理解ではそもそも優劣などありません。ですがミステルがその話の中の死者ではないことはわかります。でも今後のことを考えなくても彼女が辛く感じるとは思わないの？もちろん思います。ですが相手に十分な空間を与え自ら苦痛を背負うという相手の選択を許すことは私が与えられる最高の尊重なのです。彼女の友人として。地獄はあなたの行くべき場所じゃない。あなたが持ち歩くべき荷物だ。だから死に際ってかなりプライベートな時間だと思うのよね。どうしてもこの時間を邪魔しないといけないの？返事をするつもりはないの？それもそうね。現状からして自身の存在を示すだけですでに。喜ぶのはまだ早すぎたってことね。最後に私が向き合う敵は実際にやはりある意志なの？そんなこともう飽きたのに。でもあなたが見せた能力からすると、私はこんな優位者だけが持つ優しさを見せるべきじゃないのかしら。それにあなたがこのタイミングで姿を現すことを選んだ以上、私の推測は間違ってないわよね。道理で今回の目的はその手で私を消すことって言ったのね。融合によって生じたエネルギーには帰る場所がある。そしてあなたの判断では私にも根源を追求する能力がある。いいでしょう。私にとってはもう十分よ。私個人の気持ちを話すと、むしろあなたがここに現れて私の行動をより難しくしてくれたことを嬉しく思ってるわ。でないとただここで死を待つような行為は素晴らしい仕事とは言えないもの。あら？理解できないの？認めたくはないけど、生まれつきの性質ゆえか、私に対する17号の評価は正解だったわ。
いくら自分を説得しようとしても、心から他人の運命を気にすることができないの。たとえ、もう少ししたらここが完全に破滅すると知ってても、それまではゲームを楽しむような態度をやめられない。軽いと言われてもいい。共感性がないと言われても構わない。それがイデアとしての欠陥なのかもしれないけど。ねえ、どうして私が出発する前に17号の答えを断ったか知ってる？彼女がくれる答えはとっくに分かってたからよ。今この瞬間、私はようやく動揺を感じたの。そんなの分かりやすいでしょ？だからあなたがここに現れたのはいいことかもって言ったのよ。自画自賛も少し入ってるけど、大半の状況では私は強すぎるのよ。選択できない場面なんてなかなか体験できないのよね。そのせいでこんな風に自分の心を確かめることもなかった。現れてくれてありがとう。おかげで弱者としての感覚を体験できたわ。それにこの区域が完全に融合するまで、あなたが私を殺せなかったら勝者は私よ。この機会を通して人類の感覚を体験できるわ。生まれて死ぬ運命だけど、どう年を取っていくか、どう死ぬかを選んだ時、彼らは同時に自分の生き方を決めることになる。それに勝てないなんて別に私は思ってないわよ。成婚計画が成就した時にははるかに及ばないけど、イデアというものはその中で最も弱い存在でも無限にたどり着く可能性があるのよ。それにこの瞬間、私は初めてこれからの戦闘にこんな興味を持ったの。あなたがどれほど強いか、どういう悪意を持ってるかわからないけど、今は使わせてもらうわよ。今日が終わったら私も知ることになるでしょう。高貴な品格もなく身勝手な存在と言えるものが、正しい選択によってシャニアテと名乗れるかどうかは